子くん、委員長、伊坂くん、伊坂信彦です。この薬機法の質問も3回目、となりました。まずはじめに、これまで日本政府が購入したワクチンの金額と数について伺います。資料の1番をご覧いただきたいのですが、これはまあ朝日新聞がすごい分かりやすくまとめてくれたので、これを使わせていただいておりますが、すべて公表情報です。で、合計これまでで2兆3356億円ワクチンの購入には使っている。まあ、別の数字ではもう2兆4000億円使っているという数字もありますが、まあ、一応今日はこの数字をもとに議論させていただきます。まあ、これだけお金を使っておりますから、税金使っておりますから、当然その中身について確認をするのは国会の責務であります。一昨日の政府の財政制度審議会でも、このワクチン購入の費用対効果を考えるべきだと指摘をされています。その際の財政審の会長代理のコメントとして、当初はワクチンの確保が遅れたということもあり、想定より慌てて多く契約したのはやむを得ない部分もあった。しかし争奪戦という状況は過ぎたようなので、これからは検証して次に生かすことが大事だ、こういう財政審会長代理のコメントもありました。私も全く同感で、ワクチンの確保が遅れて急いで買った当初のことはともかく、ワクチンの争奪戦も収まった今、次に向けての検証と議論が必要です。そこで伺いますが、ファイザー、モデルナ、そしてアストラゼネカのワクチンのまず単価をお答えください。後藤厚生労働大臣。新型コロナワクチンを確実に確保することは、国民の生命や健康を守る観点から極めて重要です。新型コロナの流行が始まりまして、ワクチンの獲得競争が激化していた中、厚生労働省としてワクチンの確実な確保を最優先に企業との交渉を行う必要がありました。この事情については先生も先ほどご紹介をしていただいております。交渉状況等を含めまして、交渉に関する情報が公になった場合に、企業側が他国と交渉する際に不利益を被る恐れがあり、その結果我が国とは契約を結ばないという事態になることを避けるために、企業と秘密保持契約を締結しているところでございます。で、この秘密保持契約については、企業側から聞いているところによれば、各国と秘密保持契約を結んで供給を行っているということだそうでございます。そしてワクチンの単価については秘密保持契約の対象となっておりまして、ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社のそれぞれに改めて確認をさせていただいたものの、単価については公表を控えてほしいということでございました。秘密保持契約とは、相手の同意なく第三者に対して契約に係り秘密情報を開示してはならないという守秘義務を課す契約でございますので、相手に確認をさせてはいただきました。ワクチンに対する国民の関心は高く、情報公開の重要性も十分認識しておりますし、どの範囲の情報を公表することが可能かについては、引き続き企業との間でできる限りのコミュニケーションを重ねまして、可能な限りの情報公開に努めてまいりたいと思っています。伊坂信彦君。2兆4000億円使っていながら単価は答弁できないということでありますが、この図をで普通に計算すれば、単価はおおむね出るわけであります。例えばこの図1の8月27日に4296億円で、ファイザーのみを1億2000万回分契約をしているということで、これ単純に4296億円を1億2000万回で割り算すると3580円、当時1ドル110円ですから約32ドルで、おそらく契約をしたんだろうということは、推測できるわけであります。同じように今年の3月25日には6670億円でファイザー、モデルナ合わせて1億7300万回分契約をしている。これも普通に回数で割り算すると 1回分あたり3855円で、これもこの当時は1ドル120円ですから、だいたいこれもまた32ドルということであります。
まあ、ファイザーはおそらく1回分あたり32ドルぐらいなんだろうなというふうに容易に推測ができるわけでありますが、大臣、他の国とも守秘義務契約で、ファイザー結んでると、で単価公表できないとおっしゃいましたが、他の国がいくらでワクチン買ってるかというのは、これもユニセフのホームページを見れば、もうずらりと値段も出ております。この資料の2番目をご覧いただきたいのですけれども、これ、ユニセフのCOVID-19 のワクチンマーケットダッシュボードというところで、本当にずらりと各国いくらで買ったのか、単価、これ一番右が単価です、プライスパードースということで、1接種あたりの単価ということで出ております。例えば一番下、これファイザーですけれども、ファイザー、まあ国によって多少違いますけれども、例えばアメリカは1回あたり 19.5 ドル、でヨーロッパは1回あたり 14.7 ドルから、まあ、おそらく一番最初高いときは 23.15 ドルということで、まあ、概ね15ドルから20ドルぐらいの範囲でファイザーのワクチンを各国買っております。大臣お伺いいたし、それで、まあ、結果的に日本は1ドル、1回あたりファイザー32ドルぐらいで買っていると思われるわけでありますが、まあ、欧米の倍近い値段で買わざるを得なかったのであれば、これ直ちに批判はしませんが、しかしその事実をもとにやはり次はどうするのかということを考えていかなければいけないというふうに思います。で大臣に重ねてお伺いしますが、現在までに、これ値段は大体こういうことだと思いますが、現在までに納品されたワクチン、これは契約数は出てますけれども、実際にメーカーから日本に納品をされたワクチンというのは、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、それぞれ何万回分でしょうか。後藤厚生労働大臣。先ほどちょっと海外での単価は全部一覧表になっているという話がありましたけれども、まあ、各企業にも確認してしましたところ、まあ、全部の国に直接確認するという時間もなかったので、各企業に確認しましたところ、ワクチンを供給するすべての国との間で、単価についての秘密保持契約を締結していて、企業との合意の下で政府が価格を公表している国はないと。ということでありました。まあ、日本としては相手企業と秘密保持契約を締結した以上、ワクチンの単価を示すことは困難であるという、そういう審議に基づく対応をいたしております。また先ほどちょっとこの表の中で、4296億円が1億2000万回なんだったら、割り算すれば価格は出るねというお話ありましたけれども、例えばこういう予算の措置日、例えば4296億円の中には、他社の流通経費等の予算も入っているので、単に、で特にここは他社の流通経費も入っておりますので、流通経費、それから他社の流通経費、予算上の積算をどこでどう対応するかということは、必ずしも明確でないということではございます。その上で、ワクチンの納品数でございますけれども、ファイザー社の新型コロナワクチンについては、昨年分の1億9400万回分については、すべて納入済みでございます。本年分については、昨年分の在庫も活用しながらではあるものの、本年5月までの配送可能量として、すでに自治体を示している成人用約5870万回分と、小児用分1590万回分の配送を賄えるだけの数量のワクチンが納入されております。また、モデルナ社の新型コロナワクチンについては、昨年分の5000万回分についてはすべて納入済みでございます。本年分については、昨年分の在庫も活用しながらではあるものの、本年5月までの配送可能量として、すでに自治体にお示ししている自治体向けワクチン5750万回分と、職域向けワクチン1200万回分の配送を賄えるだけの数量のワクチンが納入されております。アストラゼネカ社の新型コロナワクチンについては、国内及び各国地域で必要となる時期や量を踏まえまして、
同社と調整の上で順次納品していただいておりまして、現時点で国内供給約20万回分、海外供与約4300万回分を賄えるだけの数量のワクチンが納入されております。委員長、伊坂信彦君。大臣、この例えば8月27日の4296億円がワクチンの購入代金ではないと、それはそうだろうと思いますが、そう、ワクチン購入代金入ってるけど、それ以外の配送とかのお金もあるんだと、それはそうだろうと思いますが、いや、そこまでおっしゃるなら、じゃあ、ワクチン以外のお金、予算いくらぐらいこの中入ってるんですか。後藤厚生労働大臣。だからそれを申し上げると、差し引いて、割れば単価が出るという計算になるので申し上げないと言っています。委員長、伊坂信彦君。委員長、これ問題だと思いますよ。だって他の別に守秘義務契約を仮にファイザーと結んでるとしても、それ以外の配送の費用を国会でつまびらかにできないというのは、これは私は問題だと思いますよ。そんな完全にブラックボックスじゃないですか。繰り返しますけど、別にね、無駄だとか、なんだとか、そういう議論ではないですよ、まだ今の段階で。ただ、やっぱりね、2兆4000億円使っておいて、もうこんなでっかいどんぶり勘定、私、聞いたことないですよ。ちょっともう一度ご答弁ください。後藤厚生労働大臣。数量が多くなりますんで、もちろん予算の額は大きいと思いますけれども。予算の項目をお示しをし、そして予算を何のために使うか、きっちりと国民にご説明をした上で、予算の手当はされているので、そういう意味では予算手続きを通して、そしてその予算を説明する状況の場合に、単価が表示できない。単価が守秘義務契約によってお話しできないということは、予備費の手続き、予算の手続きのたび、補正予算の手続きのたびに説明として申し上げてきているということだというふうに認識しております。伊坂信彦君。いや、だからね、単価が仮におっしゃるように守秘義務契約で答弁できないとしても、それ以外の費用も、それを言うと単価が分かるから言えませんなんて言ったら、もう何にも言えなくなってくるじゃないですか。後藤厚生労働大臣。そういうことですから、別に流通経費、流通経費も含めて、この金銭の価格部分について言えば、守秘義務の違反の、守秘義務契約の対象になってるわけです。伊坂信流通の部分についても。伊坂信彦君。流通も含めてで、しかももう丸ごと何にも言えないということで、これはもう全く納得できる答弁ではありません。ちょっとこれ、本当に理事会で ここまでブラックボックスで良いのかと、国民に対する、ひいては納税者に対する、当たり前の説明責任として、ここまでブラックボックスで良いのかというのは、大臣にもお考えをいただきたいし、委員長一遍これ理事会で本当に国会としてこれでいいのかということは、お取り計らいをいただきたいと思います。いかがですか。ただ今の件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。伊坂信彦君。ありがとうございます。続いて、これも直ちに批判をされることではありませんが、現在までにすでに廃棄またはキャンセルをしたワクチンは、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、それぞれ何万回分でしょうか。後藤厚生労働大臣。ファイザー社とモデルナ社の新型コロナワクチンについては、現時点で、キャンセルはしておらず、また国において廃棄を行っていることもありません。一方、アストラゼネカ社のワクチンについては、国として供給を受ける必要がない分については、供給を止めていただくことが可能となっておりまして、同社と協議し、4000万回分はすでにキャンセルをいたしております。また同社のワクチンについては、必要となる時期や量を踏まえ、同社と調整の上で納品されているものの、結果として国内使用や海外供与に用いられず、有効期限を迎えた場合は廃棄せざるを得ず、多少の廃棄は生じていると考えられます。なお同社との関係もあること等から、これ以上の詳細を申し上げることは差し控えたいというふうに思っています。伊坂信彦君。これまでのところは、ファイザー、モデルナに関しては廃棄またはキャンセルは行っていないと
という答弁でありました。ちょっとこれ参考人に重ねてお伺いをしますが、廃棄キャンセルはしていないけれども、アストラゼネカの時のように海外に無償または無償同然の値段で提供したワクチンというのはこれまでに何万回分ありますか。佐原健康局長。お答えいたします。日本政府として海外にこれまでに国際貢献として供与したワクチンにつきましては4300万回を供与しております。いずれもアストラゼネカ社製のワクチンを用いております。伊坂信彦君。最後にこれも通告通りですけれども、キャンセル料というものが、当然キャンセルするとかかってくると思います。アストラゼネカについてはもうすでに作りかかってしまった分の実費についてはこれは支払うということだというふうに伺っておりますが、このキャンセル料、あるいはせめてキャンセル料率ぐらいですね、値段が言えないということですから、じゃあだいたいキャンセル料率 50% なのか 80% なのか、それとも 20% ぐらいで済むのか、そういったあたりファイザー、モデルナ、アストラゼネカお答えをいただきたいと思います。後藤厚生労働大臣。アストラゼネカ社の新型コロナワクチンについては、4000万回分をすでにキャンセルをいたしておりまして、このキャンセルに伴いまして、アストラゼネカ社に対して、違約金を支払う必要はなく、すでに支払い済みの金額から4000万回分のために、同社に生じた必要経費を除いた金額が返還されると。約束になっております。で、このことはアストラゼネカ社は当然説明していいということで、我々了解を取ってお話をしています。で、キャンセルに関するルールについては、そのルールの有無も含めて秘密保持契約の対象となっておりまして、公表の可否について、改めてファイザー社とモデルナ社にも確認いたしましたけれども、キャンセルのルールについては、そのルールの有無も含めて公表を差し控えてほしいということであるので、ご理解をいただきたいと思います。伊坂信彦君。今日いろいろ伺いましたのは、私もね、さすがに2020年の段階で、ファイザー1億2000万回とか、アストラゼネカ1億2000万回契約した。これは仕方ないと思ってるんですよ。そこを批判するつもりは全くないんです。ワクチン争奪戦厳しかった、しかも出遅れたということですから。ただ例えば今日のこの資料1見ていただいても、下の方、新しい方にある今年の例えば2月14日にですね、またファイザー、しかも3回目接種分を1000万回追加をしたりしている。これでも去年の10月7日にファイザーだけで1億2000万回分すでに契約をしていて、日本人がもう赤ちゃんから100歳のお年寄りまで全員ファイザーのワクチン打ったって、3回目をですよ、打ったってもう足りるはずなのに、また今年に入って1000万追加で契約してたりするわけですよ。これやっぱりなんでなのかなと思いますし、でモデルナも入れたらものすごい数追加でまた今年に入って契約をしてるわけですよ。3回目もそして4回目もこのあたりもやっぱりね、もう今ワクチン争奪戦なんていうよりもややもう余ってるような状態ですから、本当に中身の議論をしていかないと、緊急時だから仕方ない、秘密契約だから何も言えないで許されることではないということだけはっきり申し上げておきたいというふうに思います。そして、続きまして、一昨日の議論に引き続いてですね、社会経済活動を維持したまま医療の逼迫をいかに防ぐかということで、続きをさせていただきたいと思います。一昨日の委員会では、コロナは2類か5類かという議論を丁寧にいたしました。事実確認として、コロナは2類でも5類でもなく新型インフル等感染症というカテゴリーであること、そして実際は2類相当どころか感染症1類よりも多くのことが柔軟にできる仕組みに今なっているということ、そして、誤解があったのは必要があればできるという手段が数多く用意をされているだけで、無駄なことをしなければいけない義務はほぼないし、本当に無駄な義務があればまた今後も外していけるということ、そして新型コロナを仮に5類感染症にすると、何か現場が楽になるというよりは、いざという時にできることが減るだけということなどなど質疑をしてまいりました。
そもそも勝手に5類にできるわけでもなくて、感染症法の定義でこう書いてあります。コロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速な蔓延により国民の生命および健康に重大な影響を与える恐れがあると認められるもの、これが新型インフルと感染症の定義であります。実際はワクチン3回目をやっても予防効果は 47.4% でありますから、ワクチン全員3回目打ったって、これは免疫を国民が獲得したという状態にはなりません。そこで伺いますが、このもう一つの当該感染症の全国的な急速な蔓延により国民の生命健康に重大な影響を与える、この要件は毒性と感染力だけで決まるのか、それとも医療体制との需給関係が大きな要素となるのか、つまり感染力がオミクロンみたいに強くても患者をしっかりと受け入れて治療ができる、あるいは投薬ができる医療体制があれば、新型コロナ、特にオミクロン株であれば新型インフル等感染症の定義から外れることも可能なのかという趣旨でお伺いいたします。後藤厚生労働大臣。感染症法上、各感染症はインフルエンザを含むその他の感染症との比較も含めてですね、感染力および罹患した場合の重篤性等を総合的に勘案して講ずべき措置を踏まえてその位置づけが定められておりまして、今般の新型コロナウイルス感染症については感染症法上新型インフルエンザ等感染症に位置づけられています。で、新型コロナウイルス感染症の新型インフルエンザ等感染症の位置づけは、ご指摘の医療提供体制の逼迫状況は直接的な考慮要素ではありませんけれども、感染力を罹患した場合の重篤性を踏まえまして総合的な観点から判断しているわけでございます。で、新型コロナウイルス感染症についてはオミクロン株であっても致死率や重症化率がインフルエンザよりも高く、さらなる変異の可能性もありまして、現下の新型コロナの感染状況等を踏まえますと新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったと判断することは困難であると考えます。伊坂信彦君。そのために必要なのはやっぱり2類を5類へみたいな形式論ではなくてですね、オミクロンが蔓延をしても医療体制をしっかりと整えるということにやはり尽きるというのが一昨日と本日の議論の帰結だというふうに思います。インフルエンザと同じようにやっぱりかかったら患者が近所の病院でしっかり治療してもらえる、薬をもらえるということ、あるいは重症化してもそういう方には病床が十分あるということ、特に高齢者施設などはしっかり感染予防や重症化予防ができているということ、これらを実現するために感染症法の改正やかかりつけ医制度の法案がやはり必要です。我々は本当に真摯な気持ちで今回3つの法案を出しておりますので、ぜひ各党の皆様に再度お願いをいたしまして本日の質疑を終わります。ありがとうございました。次に金村龍奈君。